大晦日恒例の第73回 NHK 紅白歌合戦 57.20 が東京渋谷の NHK ホールなどで行われ、3年連続の司会を務めた俳優の大泉洋49がゲスト出演した小栗旬40と再会した。サングラス姿で登壇した小栗は、佐殿に会うために駆けつけましたと一言。大泉は、お前、俺の一族、みんな殺しちゃったな。俺も悪いけど、お前も悪かったと、頼朝の無念を代弁するように話した。73回目を迎えた今年の紅白は、改修工事を終えた NHK ホールで2年ぶりに開催。同所での有観客での開催は3年ぶりとなった。司会は大泉と橋本環奈、諸、桑子真帆アナウンサー、2年ぶり4度目。スペシャルナビゲーターとして嵐の桜井翔も参加した。大鳥はミーシャ、白組鳥は福山雅治。